新鶴見信号場。新鶴見信号場は、神奈川県川崎市幸区、鹿島田、小倉にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本の信号場である。かつての新鶴見総市場で、ヤード集結系貨物輸送の集結に伴い一部機能を、残して、1984年、昭和59年に、信号場に格下げされ、約42ヘクタール。 内川崎市約30ヘクタール、横浜市約12ヘクタールの広大な跡地の多くは、長らく、さら地となっていたが、1990年代の末から、再開発が行われてきている。上記3路線の結節点であり、1日に200本以上の貨物列車が発着し、長距離貨物列車の中継地点としての役割を果たしている。校内には、 上下本線2本と着発線が1番線から11番線まで存在する。信号上の鶴見方には乗務員基地と車両基地である新鶴見機関区が併設されているため、乗務員交代もしくは機関車の付け替え、機関車交換を行う列車を中心に運転停車を行う。1、2分程度の運転停車や通過する列車は本線に、 機関車交換や折り返しなどで数十分停車する列車は帰線に入線する。他に東海道貨物線経由のライナー列車や関連の回送列車、団体専用列車や臨時列車などの一部旅客列車についてもこの信号場を経由している。なお、構内の鶴見寄りにある東海道貨物線と南部線、尻手短絡線の合流点には同じ新鶴見信号場構内でも 割畑と呼ばれる、信号場が、また存在する。時刻表等では、新鶴見、割畑もしくは単に割畑、電略表記では、畑と記される。ここには、東海道貨物線の上下本線の間に鶴見、尻手方面に向けて、機関車用の有効長の短い着発線一本が、敷かれ、新鶴見機関区の木戸目線群との間で、短期回送列車が、直接、 入りデクができるようになっている。このため、実際にこの信号場を発着する列車は、新鶴見機関区へ入りデクする短期改装列車のみに限られている。跡地は、国道1号付近から横須賀線沿いに、新川崎駅付近まで伸びる。横浜市側の跡地のうち、比較的細長い土地は、一戸建て住宅の敷地として、分譲された。広い用地が確保できた新鶴見。 江ヶ崎地区には、総合病院やマンション、横浜市立新鶴見小学校や老人ホームが建設された。江ヶ崎湖泉橋の市境を挟んで、川崎市側には、小倉地区と新川崎地区に分けられる広大な跡地が広がる。川崎市では、1991年、平成3年に都市拠点総合整備計画を策定し、都市計画道路の整備。 横須賀線の新駅設置、ドーム型運動施設、老朽化した川崎球場に代わるドーム球場、または一般野球場の建設など、川崎市の副都心として大々的に整備することを発表し、また川崎市へ地下鉄予定線の車両基地として整備することも検討された。しかし、経済状況の変化によって財政事情が厳しくなり、 計画は大幅に見直すことを余儀なくされた。2000年、平成12年に、慶応義塾大学が新川崎タウンキャンパス、京、タウンキャンパス、慶スクウェアタウンキャンパスを置いたほかは、新川崎地区、小倉地区とも、長らく、さら地とされてきた。ようやく2005年、平成17年1月に、川崎都市計画新川崎地区地区計画を決定すると、 改めて再開発が始動した。計画によれば、新川崎駅より北側の A 外区はもの作り、新川崎駅周辺の B 外区は商業、業務、住宅複合、B 外区と K、タウンキャンパスに挟まれた C 外区は商業、住宅複合、K、タウンキャンパスを中心とした D 外区は創造の森、小倉地区を中心とした E 外区は 研究開発の機能をそれぞれ担わせる。この計画に沿って、ハセコーコーポレーションら6社がマンションの建設中であり、2007年、平成19年にはパイオニアが研究開発施設を設け、2009年、平成21年には本社も移転、2008年、平成20年には島忠市ホームズ新川崎店が開店した。また映画区では、 自然科学系の研究開発機関または、研究開発型の高度な技術力を持つ、中堅、中小製造業の立地誘導を図るため、これらを対象とした入札による売り払い、貸付けを実施した。2009年、平成21年現在も、未決定区画について、引き続き誘致を行っている。また、前身である、東北本線荒川橋梁及び、 上磐線隅田川橋梁の時代から100年以上が経過し、老朽化が進んでいた江ヶ崎湖線橋についても、2007年、平成19年により、掛け替えが行われ、2013年、平成25年3月28日に新橋梁が開通した。撤去された旧橋梁のうち、旧隅田川橋梁のプラットトラス一連が短縮の上で、 横浜市中区新山下にある霞橋の掛け替えに再利用されることになり、こちらも2013年、平成25年3月21日より供用されている。貨物量の増加に伴い、当時の東京の東海道本線の貨物拠点駅であった汐留駅や品川駅の負担を分散するために、東海道本線貨物支線の品、鶴線開通と同時に営業を開始。 車両基地も置かれ、東海道本線と東北本線や中央本線を結ぶ貨物列車の中継点、入れ替え作業が行われたとして、貨物列車のシステムチェンジが行われる1984年、昭和59年まで半世紀以上にわたり、大宮奏車場や田畑奏車場などとともに、東京周辺の主要な奏車場として機能した。また、SM 分離による品、 鶴船の旅客化までは、逃走車場が品、な、鶴船と高島線の分岐点だった。南部線との連絡に関しては現在は1951年、昭和26年に付設された尻出短絡線が使用されているが、創車場の開業当初は、南部鉄道が高架原の駅から短絡線を建設、創車場に隣接して、市の坪駅を設置して、貨物の授受を始めた。 南部鉄道国有化時に、市の坪駅は新鶴見総車場に統合。1973年に高河原の駅からの短絡線が廃止され、同時に、それまで営業キロ設定のなかった尻出短絡線が、正式に営業路線として開業して、現在に至っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。